マントゥアは、キューバ、ピナールデルリオ州の基礎自治体である町。この場所は、1605年に、ここで座礁した船のイタリア人船員たちが最初に、住みつき、マントゥアと名付けた。1719年には、グアネ・デルノルテとして、町が創建された。1866年に、基礎自治体となった。マントゥアは、 ホセマルティに指導された独立闘争が展開されていた1895年に、独立派のアントニオ・マセオが、東方から西方への転戦を行った際に、その終点となった場所であり、キューバの国指定史跡となっている。基礎自治体は、バリオと呼ばれる行政区に分けられており、ロイズ、バルトロー、カベジズ、コロネル・ポーゾ、フィデル・ピドラハ、グアヤボ、マクリジズ、マンツア、 マンタズ・ウエロ、パブロス・アレスの各区がある。ホセ・マルティ通りにはマントゥア公立博物館がある。2004年当時、マントゥアの人口は26,065人であった。面積は915平方キロメートルであり、人口密度は28.5平方キロメートルであった。ウィキメディア・コモンズにはマンツアに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。